ねえ、大輝くんとはどうなの？ないないない、あいつとはただの腐れ縁で、たまたま3年間クラスが同じだっただけ。大輝てか顔真っ赤だけど、熱でもあんの？なんでもないから行こうよ、2人で。私、この前先輩に告白したんです。